アーマンド・ガララーガの幻の完全試合。この項目では、6月2日に開催された野球の、メジャーリーグベースボール、MLB 公式戦、全14試合のうち、アメリカ合衆国ミシュガン州デトロイトのコメリカパークで、行われたデトロイト対イス対、クリーブランド・インディアンスの一戦について述べる。この試合では、タイガースの先発投手アーマンド・ガララーガが9回に、 島で一人の走者も出さない投球を続けていたが、27人目の打者を一塁ごろに打ち取ったはずが、累進ジム、ジョイスの五神入り内野安打とされ、MLB 史上21人目の完全試合を逃した。抗議せずに判定を受け入れ、試合後にはジョイスを気遣うなど気品ある態度を示したガララーガと、自らのミスを正直に認めて謝罪したジョイスは、共に賞賛を集めた。 またこの件によって、この時は、本類打に関わる判定でのみ適用されることになっていたビデオ判定について対象とするプレーを広げるべきではないかといった議論が起こった。2番、ガララーガとジョイスがこの試合についての協調ノーバディ、エスパーフェクト、ツーメン、ワンコール、アンド、AK4 ベースボールヒストリー、ISBN 978から0802113887。 を出版した。これにより両者はビジネスパートナーになったとみなされ、同年からジョイスはガララーガが所属する球団の試合に出場することが不可能になった。MLB において完全試合は、からまでの134年間で計18回記録されていた。単純計算すれば、およそ7年半に1試合という割合になる。 から2009年までの30年間に限れば、京急会達成されており、頻度が高まってはいるが、それでも、滅多に起こることではない。ところが2010年になって、5月9日に、ダラスブレーデン、オークランドアスレチックスが、同月29日には、ロイハラデー、フィラデルフィアフィリーズが、それぞれ完全試合を達成。1年に2度達成されたのは、以来130年ぶりのことであり。 もし年内に3度目があれば、史上初の出来事となる状況だった。タイガースはのアメリカンリーグ発足と同時に、球団創設し、2010年で110年目に入っていたが、この時点ではノーヒットノーランこそ6回達成しているものの、完全試合はまだ出ていなかった。タイガースの投手では、過去8月5日に、トミー・ブリッジスが、4月15日に、ミルト・ウィルコックスが、 それぞれ9回西まで完全に抑えていながら27人目の打者ンダを浴びて完全試合を逃している。なおフィクションの世界では、ノエが、ラブ・オブ・ザ・ゲームで、ケビン・コスナー演じるビリー・チャペルが完全試合を達成した。ガララーガは9月にテキサス・レンジャーズでメジャー初登板を果たしたが、3試合8.2インニングを投げただけでシーズンを終え、翌に、タイガースへ移籍。 新天地での1年目に30試合178.2イニングで13勝7敗、防御率3.73の高成績を残し、アメリカンリーグの新人王投票で4位に入った。続く2009年は、3月開催の国際大会、第2回ワールドベースボールクラシックで、ベネズエラ代表入りし、チームの準決勝進出を支えた。しかしその後の MLB レギュラーシーズンでは、 29試合143.2イニン,ングで6勝10敗、防御率5.64と、前年から大きく、成績を落とした。2010年は、スプリングトレーニングで、ドントレル・ウィリスや、ジェレミー・ボンダー・マンダと先発ローテーション入りを争うも、3月、中旬に、参加マイナーリーグの AA 級トレードへ降格となる。開幕からおよそ1月半が経った5月中旬に、メジャーへ昇格し、 16日にシーズン初登板初先発5.2回1失点で勝利投手となったが試合後には一応勝ったけど最高の気分ってわけでもないもっといい投球ができるって思ってるからねとコメントしているその後22日の先発登板4.2回6失点で敗戦投手と28日のリリーフ1.2回無失点を経て 6月2日の試合を迎えた。6月1日から、タイガースは、本拠地、コメリカパークにインディアンスを迎えての3連戦。第1戦はインディアンスが3から2で勝利し、2日の第2戦を迎えた。両、チームとも、アメリカンリーグ中地区に属し、この時点でタイガースは26勝25敗で2位、インディアンスは19勝31敗で最下位だった。 この日の先発投手はタイガースがガララーガ、インディアンスはファウスト・カーモナ、登録名は当時。1回表のマウンドに立ったガララーガは初級から90メートル PH 台前半時速148.9キロメートル前後のシンカー一辺倒の攻め。先頭のトレバー・クローンは5球目を打ち上げて中飛、2番、アキシン・マモルは3球目を引っ張って1塁ゴロ。 3番オースティンカーンズは初級を一塁へのライナーと三者凡退で初回を終えた。2回表も同様の投球で相手をボンダに仕留め出塁を許さない。その裏タイガースは4番ミゲルカブレラがカーモナからソロ本塁打を放ち1点を先制する。しかし後続がカーモナに打ち取られて追加点は奪えずここから試合は ガララーガとカーモナの投手戦の様相を呈する。3回、ガララーガはインディアンスの下位打線を三者凡退に。これで打順が一巡し、まだ一人の走者も出していない。反対に、カーモナは西からオースティン・ジャクソンにウゼンダを浴び、投類で得点圏に進まれるものの、ジョニー・デーモンをフルカウントから二類頃に打ち取って、ピンチを脱した。打順が二回に入った4回表から、 ガラーラーガはスライダーを交えるようになる。3番カーンズはこのスライダーに手が出ず、この試合初の三振となった。5回表、ガラーラーガは、先頭の4番、トラビス・ハフナーに対しこの日初めて、カウントを3ボールとするが、最後は93メートル PH、約時速149.7キロメートルのシンカーを、打たせて、左じゃひとし、よし9を免れる。さらに西から、 6番、ラッセル・ブラニアンの打球が、ガララーガのかかとに当たって方向が変わるも、あらかじめ遊撃よりに守っていた三塁手、ブランドン・インジがカバーしたため、安打にはならず3アウトになった。初走者の危機を2度も迎えたこの回とは、対照的に、続く6回表は8球で、7回表は6球で、それぞれ終了。この二イニングで対戦した六打者中五人が三球目までに、手を出して、 本体とインディアンス打線の早打ちが目立つ。七回裏、ここまでカーモナ攻略に手こずっていたタイガース打線が、先頭の四番、カブレラの中前打を足がかりに一一点三塁の後期を作る。しかし七番インジが三塁ごろ閉殺に倒れ、二点目を奪うことはできなかった。四番ハフナーから始まった八回表もガララーガは、 内野ゴロ二つと空振り三振で三者凡退とし、これで完全試合まで、あと一イニングとなる。この頃になると、ガララーガ自身もチームメイトも完全試合を意識するようになり、ダグアウトでは誰もガララーガに声をかけようとしなかった。その裏、タイガースはニッシュからジャクソンとデーモンの連打で一二塁と、すると、 ここまで、無安打だ,だった3番マグリオオルドニエスが、カーモナのシンカーを捉えウゼンダを放つ。これに、右翼手、秋の早急エラーも重なり、2点を追加。ガララーガを援護して最終回に入った。観客の拍手の中マウンドへ向かったガララーガは、先頭の7番、マーク・グルジラネックに対し、初球から振ってくることはないだろうと考え、不用意に、真中付近にシンカーを投げ込む。 クルジラネックはこれを見逃さずに強振し左中間へ大きな打球を飛ばすが中堅守ジャクソンが敗走しながら肩越しに補給するファインプレーで1アウトとなり場内が大きく湧いた続く8番マイクレドモンドは1ボール2ストライクからの4球目外角低め86メートル PH 約時速138.4キロメートルのスライダーで遊撃頃にこうして MLB 史上21人目の完全試合まで、あと1人となり、27人目の打者ジェイソン・ドナルドが、打席に立った。ガララーガは外角へスライダーを2球投じ、カウントを1ボール1ストライクとする。続けて3球目も外角低めへの86メートル PH の、スライダーで、これをドナルドが、右方向へ打ち返した。塁間への打球を塁手カブレラが補給し、 ベースカバーに入ったガララーガへ送球。ガララーガがそれを受け、ドナルドより早く、右足で一塁を踏む。これを見届けたカブレラは、完全試合達成を確信し、右手を振り下ろしながら、おたけびを上げた。しかし、累進のジョイスが下した判定はセーフだった。ジョイスは、直感的に、ただ直感的にドナルドはセーフだと思ったという。 この判定にガララーガは苦笑いの表情を浮かべ、カブレラは両手で頭を抱えた。監督のジムリーランドがベンチから出てきて抗議するが、判定は変わらず。記録はナアアンダとなり、完全試合だけでなく、ノーヒットノーランも消えた。試合が再開され、二十八人目の打者として一番苦労が、この日の第4打席に、このままカブレラは、 ジョイスと判定について抗論している。一塁走者ドナルドは投球間に二塁を経て三塁に達する、守備側の無関心として、盗塁は記録されずものの、最後は苦労が三塁ごろとなり試合終了。ガラナーガは、メジャー初完投、初完封勝利を挙げ、この日バッテリーを組んだアレックス・アビラと肩を抱き合った。その一方で、ベンチから出てきたリーランドらは改めて、 ジョイスの元へ行って抗議し、観客もジョイスにブーイングを浴びせた。試合終了後のタイガースのクラブハウスでは、チームメートがガララーガの高騰を称えるべく、彼をビールかけ出で出迎え、選手たちの表情には笑顔も見られたが、テレビの画面がドナルドの内野ゴロのリプレイになると一転して、不満の声が漏れた。一方、グラウンドから引き上げ、ロッカールームへ戻ったジョイスは、 他の審判に判定の是非を尋ねるが、ドナルドはアウトだったと思うよ、ジミーと返され、さらにリプレイ映像でそれを確認すると、怒り狂って、叫び声を上げた。そして、それが落ち着くと、報道陣をロッカールームへ招き入れて、取材に応じ、あの若者の完全試合を自分が潰してしまった。ドナルドが早急より早く一塁に達したと思った。判定には、自信があったんだ。 リプレイを見るまではと自らの誤心を認めた。報道陣が去った後のロッカールームをタイガース GM のデイブ・ドンブロースキーとリーランドが訪ねた。ガララーガに会いたい胸をジョイスがドンブロースキーに伝えるとドンブロースキーはガララーガを連れてきた。ガララーガとジョイスが抱擁を交わすとジョイスは泣きながら英語とスペイン語で謝罪しその場を後にした。ガララーガは 多分僕よりも彼の方が辛い思いをしているだろうと気遣い、さらに完璧な人間なんて言いやしないさとジョイスをかばうコメントを出した。また僕は完全試合を成し遂げたものだと思っている。息子にもこの試合の映像を見せてあげるつもりだ。レコードブックには載らないだろうけど、息子にはお父さんは完全試合をやったんだよと教えようと思うとも話している。 ジョイスの出身地を廃イし州トレドでは、同性同名の別人の自宅に、中傷や嫌がらせの電話が40件以上かけられるなど、試合は波紋を呼んでいた。翌3日の三連戦第三戦で休診を務めることになっていたジョイスは、朝5時に就寝するも、ほとんど眠ることができず30分ほどで目を覚まし、コメリカパークへ向かう。リーランドによれば、MLB 機構がジョイスに対し、 この試合は休養してもいいと告げたが、ジョイスは出場を決めたという。試合前のメンバー交換の時間になると、通常は監督やコーチが行う。この段取りに、リーランドはガララーガを行かせた。メンバー表を持ったガララーガが、フィールドに出てきてジョイスと握手すると、ジョイスは涙をこらえて、目頭を押さえた。メンバー交換が終わる際には、お互いが軽く肩を叩いた。ガララーガが、 ダグアウトに戻る頃には、ジョイスにブーイングする観客もいた球場の空気が一致し、温かい拍手に包まれた。地元デトロイトに本社を置く、ゼネラルモーターズからは、ガララーガの高騰とスポーツマンシップを称え、彼にシボレーコルベットが贈呈された。この件について、ホワイトハウス報道官、ロバート・ギブズは、記者会見で完全試合を認定する。 要大統領令を出すべく作業を始めるよ、と、ジョークで笑わせつつ、ジョイスの責任の取り方と、ガララガの行動には、スポーツマンシップの見本があった。誰かがミスを認めて謝罪し、もう一人がそれを受け入れる。球界にとっては、いい教訓になったと思うし、ワシントン DC、政界にとってもそうなりうると述べた。母国ベネズエラの大統領ウゴチャベースは、アーマンドが、 完全試合を成し遂げたことはみんなわかっている。我々はベネズエラから彼に敬意を表すると語り、ジョイスが謝罪したことに関しても、彼は高潔だったと称賛した。二日の試合で使用された一塁ベースとボール、ガラーラーガのスパイクは、歴史的瞬間の一部として、ニューヨーク州クーパーズタウンの野球殿堂に寄贈された。ジョイスが誤審した直後、インターネット上には、ファイアジム・ジョイス。 ジム・ジョイスを首にしろというタイトルのブログが登場したが、このブログは翌日になってガララーガとジョイスの話を聞いていて思ったことが一つある。彼らは二人とも私より人間性の優れた人物だということだと投稿している。この試合後、ガララーガとジョイスが球場外で共に活動する機会が設けられた。7月14日には、 ESPN が主催する SP 賞の表彰式で二人がプレゼンターとして共演した。2011年5月には、共著のオバディ、エスパーフェクト、ツーメン、ワンコール、アンド、AK4 ベースボールヒストリー、ガララーガのコメント、完璧な人間なんていやしないさを題名にしているが、出版された。お互いの追い立ちや挫折した経験などを語りながら、 あの日の試合のことを交互に振り返る内容になっている。MLB では2008年8月28日から本類がに関わる判定にのみビデオ判定を導入していた。そのため今回のようなセーフカウトかというプレーはビデオ判定の対象とはならない。対象外のプレーで誤信が起こって完全試合が消えたことでビデオ判定の適用範囲を広げるべきではないかという意見が 相次いだ。USA トゥデイトギャラップが3日に行った。世論調査では、野球ファン470人のうちの78%が、ビデオ判定を拡大するべきだと回答した。また、現役の審判員でも、当時28年目のベテラン審判である、ティム・マクレランドのように、ビデオ判定のさらなる導入に賛成するものも出ている。ただそれとは、対照的に、ESPN が、 現役選手100人にアンケートを取ったところ、走者の政府、アウトの判定に、ビデオ判定を導入すべきかという質問では、賛成22%に対して、反対77%、打球のフェア、ファウルの判定に、ビデオ判定を導入すべきかという質問では、賛成36%に対して、反対62%、といずれもビデオ判定の拡大に否定的な回答が、 過半数を占めた。MLB 気候コミッショナーのバドセリグは3日に審判のシステムとビデオ判定の拡大及びそれに関するあらゆることを検討していくと声明を発表した。その結果、2014年シーズンから今回のような一類での政府、アウトの判定にもビデオ判定が適用されるようになった。そのジョイス自身が誤審を認めたのだから記録を訂正し、 完全試合を認定すべきという意見もあった。USA トゥデート・ギャラップによる世論調査では、ファンの64%がこの案を支持した。ミシガン州選出の連邦議会上院議員、デビー・スタブナウや同会員議員ジョン・ディンゲル、共に民主党も記録訂正をセリグに申し入れる意思を明らかにした。しかしこれに対しては、セリグは3日の声明で、記録訂正の考えはないと表明している。 アンダという記録を失策に変更すれば、完全試合でなくてもノーヒットノーランは認められるが、試合の公式記録員を担当したチャック・クロンキーは、カブレラやガララーガの守備は普通の守備行為なので、記録はアンダとするしかないと話し、記録訂正を否定した。ESPN の選手アンケートでは、記録の変更に反対する意見が86%と、 賛成の13%を大きく上回っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。